はい、クロンベルグ城の上の方に来ました。なんかあそこでテレビの撮影やってるやつらがいます。バーカバカホ。さて、このドイツのね、このここクロンベルグでクロンベルグ城って言うんですけど、なんかフランクフルトのヘッセン州の中でも高級住宅街に部類に入るらしくて、なかなかすごいね、環境がいいんですよ。鳥の声、この森と湖上の静けさ。これ一人でこの景色をね、独り占め、まさにこの世は俺のためにあるっていう、なんか素晴らしい。ここあれですね、フランクフルトアンマインシティですね。ここから来たんです。だから、ここまで40分35分くらいなんで、東京立川国立とかだいたいその辺の距離じゃないですかね。非常にのどかです。今頃みんなこうやって働いてんだろうなって。まあ俺も帰ったらそういう奴隷の歯車にはめられて何言ってるか分かんないけど、本当にあの何やってんのあいつら。はい、この本当静かでね、ここのベンチです。ずーっとね、もうぼーっとしちゃうんですよ。やっぱいいほら鳥の声が、いやどっから来たんだいって僕に投げかけてるよ。この爽やかな風とともに、爽やかな緑の風とともに、ねえマスター、僕に忘れられる悲しみ、忘れられるカクテル作って。そうなんです。だから今からちょっとまたあのね、クロンベルグからね、フリードリヒスドルフっていうね。